シホルン祝10万人やーい。決して楽な道ではなかったけど、皆さんのおかげで本当に頑張れました。皆さん本当にありがとうございます。また15万人に向けて私は頑張ります。これからもまだまだ頑張っていきますので、皆さんよろしくお願いします。今日の動画は皆さんと約束を果たす動画となっております。ぜひ皆さん最後までご覧ください。それではどうぞ。せーの、ルンルン、どうもシホルンです。はい、今回はですね、トワイスのライブ前に動画を撮っております。今日は4月の25。今日はですね、皆さんにお知らせがございます。イエーイ。まあ皆さん知ってる人もいると思うんですけれども、今日からですね、4月の28日6時からですね、私の10万人記念グッズが発売されます。イエーイ。発売というか、今回はですね、受注生産となっております。前回はこう限られた数だけあって、それをどんどんみんなに買ってもらうって感じだったんですけど、今回はみんなが予約してくれたら全部買えるよっていうことになっているので、ぜひお願いします。まずじゃあ商品を見せましょうかね。じゃじゃーん、こちらでございます。これめっちゃ良くない？これはわざわざグッズ撮影のために岡山から東京に出てきて、衣装もピアスも髪型もめっちゃ考えたりして、背景もねすっごい考えて、この文字までめっちゃ考えたんですよ。めっちゃ可愛くて、これはまだちょっとサンプルなので違うところが1点あって、これ今普通じゃないですか。だけど皆さんのお手元に届くやつはここもキラキラです。このラメみたいなやつがこっち側につきます。そう、めっちゃ可愛くない？内輪型です。そう、本当はね内輪が作りたいんですよ。だけどちょっと今回は内輪型のアクキーということで、今回のグッズのなんだろう、売れ行き次第でなんかまた今後のグッズが出せるかどうかとかも関わってくるらしいので、少しでも欲しいなって思ったらちょっと予約してくださると嬉しいなって思います。受注期間はですね、4月の28日木曜日6時ですね、今この動画が公開された時から5月の15日日曜日の23時59分までとなっております。ゆるの誕生日だ、5月15。ゆるの誕生日の終わる日までに皆さん予約してくださいね。お値段は税込みの1210円で、あとは送料かな。これでもねちょっと頑張ったんですよ。なのでちょっとぜひ皆さん買ってくださると嬉しいです。で発送はですね、6月の中旬頃から順次発送となっております。いや本当にこれ超頑張ったよ。こういうグッズ作るのってさ、意外と簡単そうに見えるじゃん。だけどすごい大変なんだなって思った。でも前回出した7万人記念のグッズは、元から撮ってた宣材写真をグッズにしたりとか、あとはキャラクターのやつだったから簡単にスッスッスッスいったけど、今回は写真も撮って、そう、文字も考えたりとか、めっちゃ大変だったこれ。けどすごい満足のいくグッズができてよかったです。すいません、メイクも何もしてなくって。これね、前回のグッズのこの子まだ名前がないんですけど、一応候補は考えてるんですよ。名前、前回のグッズ持ってるよっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、サイズ感はこんな感じでかなり大きくなってます、前回より。これもまあまあ私大きいなって思ってたんだけど、今回相当でかいですね。ここがさ、ちょっと気を緩めたら折れそうで怖いじゃん。だから皆さんもし手に入れたら気をつけてくださいね。今回のコンセプトはピンクっていう感じで、本当にピンクが好きなのでピンクです。わー、なんか嬉しいな、こうやってグッズを出せたことがすごく嬉しいです。本当にありがとうございます。お昼ご飯買ったので食べます。マスタードとケチャップ入れてくれてた、よかった。今回グッズ撮影のところとかもちょっと動画撮ったので皆さんにお見せしたいと思います。優しいカメラマンさんとマネージャーさんのおかげですごく楽しい撮影ができました。暑くてさ、エアコンつけるじゃん。そしたら次寒くなっちゃうんだよね。ほんと勘弁して。やだ、ほんとにマジで。この動画出てる頃にはさ、もう私ライブ終わってるわけだけどさ、クラクラ今日歌ってほしいの、ほんとに。吸い込まれる永遠の中。もう次のグッズはまだ決まったりしてないんですけど、また次グッズ出せるかどうかは本当に今回次第らしいです。怖いよ。ちょっとでも気になったよっていう人は子さんになれるチャンスです。これまだ2番目のグッズだからね。ちょっと今後ももしグッズ出されたとしたら、シホルンこの時のグッズ持ってるよってマウント取れますよ。マウントは良くないけど、もう今後売られることとかないから今だけ。これランダムでサイン入りとかできないのかな。やりたい。マネージャーさんにちょっと相談してみよう。もしいいよって言われたらここにいいよって書いておく。
もしそのサイン入りとかダメって言われたらダメって書いとく。なんでこんな顔丸いの、やばくね。えぐいぐらい顔丸いんだけど、やば。おいしいよね。本当に今後のグッズ人生に関わってくるので、これからこの受注期間はずっといろんなところで告知しようと思うんですけど、もし SNS とかうるさかったらフォロー外さないでね。うるさくてもフォロー外さないで、ミュートにしてお願い。そして皆さんも拡散していただけると嬉しいです。グッズみんなも買ってねとか、グッズもし買ってくださったら買ったよとか、報告の DM とかストーリーのメンションお待ちしております。楽しみ。みんなとお揃いまた増えるという感じでございますかね。本当に頑張ったので、ぜひ皆さん手に取っていただけると嬉しいなって思います。本当にありがとうございます。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイね。インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録をよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。バイバーイ。えかよとちょ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 、私がペンライトを出せるのはいつかな。